冬から春へ向けて、椿を片付けて、桜を飾り付け、藤の花の準備をしました。3月に入り、冬の間壁に張っていた椿の花が少しずつ剥がれて、ポトリポトリと落ちてきました。壁から全部剥がして、段ボール箱の内側に貼り付けるようにして片付けました。そして、ビニール傘にしだれ桜を貼り付けて用意しておいたものを格子天井に引っ掛けて吊り下げました。一気に桜が満開になりました。それからプレイスペースに布を広げました。その上に細かく切ったお花紙を広げ、長く切ったセロテープに貼り付けていきます。子供たちが手伝ってくれてたくさんできました。次回もたくさん作って葉っぱと組み合わせ、5月になったら藤棚にして飾る予定です。